ゲオルギー・ロザノーフ、ゲオルギー・ロザノーフ、ゼー、ゲオルギー・ラザノーブ、1926年7月22日から2012年5月6日は、ブルガリアのソフィア生まれの医学博士、精神医学、心理療法、脳生理学、内科、また、教育学者、サジストロジーの提唱者、インテグラルサイコセラピー、サジストペリアの開発者、自伝によれば、 ロザノフは1926年7月22日に、ギムナジウムの歴史教師で後に、大学准教授となった父と弁護士であった母の間に生まれた。ロザノフの少年時代については、あまり明らかにされていない。次元では、2歳の時に母を亡くしたこと、その母をずっと死亡していたことのみが紹介されている。高校を総大として卒業後、 国立ソフィア大学医学部に進学。卒業して、博士課程に進み、精神科、神経科を専攻した。中でも、心理療法、サイコセラピーに興味を持ち、ブルガリア国立科学アカデミーに提出するため、脳性理学の分野で、博士論文を準備する傍ら、教育学と心理学の学位も取得した。この間、サジストペディア開発に向けての実験を行い、その成果は、 博士論文に盛り込まれている。博士号を取得後、1971年に大学教授の職を得た。そこに至る間、ロザノフは、ブルガリア国内の主要な精神病院、ブヤラ病院、クリロ病院に勤務し、内クリロ病院で病院長を2年間務めた。また、1954年から1963年まで、ソフィア市内にある精神科の救急診療所に勤務し、 うち2年間は大学院で医師に心理療法を指導している。これと並行して国立科学アカデミーの実験室で脳機能に関する実験も続けた。これらの経験と実験からロザノフは自身がリザーブ・オブ・マインドと呼ぶ脳活動における潜在領域が人間の身体、精神活動に重要な役割を持つことを確信し、 それを利用した新しい学習法、心理療法、教育法、コミュニケーション法に将来性を見出した。ロザノフはこうした潜在能力開発の鍵となる理論にサジストロジーと命名し、それを応用した心理療法にインテグラルサイコセラピー、教授法にサジストペディアと名付けて実地への応用実験を試みた。ロザノフの言った実験環境において、 これらは非常に高い効果と効率性を示し、まもなく1966年10月に国立サジェストロジー研究所の所長に任命されたロザノフは約100人の専任研究員と当時最新の設備を用した大組織をその後約20年間にわたって率いることになる。この研究所を中心としてブルガリアは1978年に国家的規模で サジェストペリア応用源を行い、その成果はユネスコにおいても検証された。また、この時期、ロザノフはオーストリア国立学習研究所で6年にわたり、顧問を務めている。ここでは、ウィーンのオーストリア文部省直属教育アカデミーに、児童向けサジェストペリア化を立ちし、その運営に関わった。しかしながら、ブルガリア共産党とロザノフとの間は、 終始的対的関係にあった。ナチスドイツが崩壊した1944年、ブルガリアではソ連が侵攻し、9月9日に赤軍が首都ソフィアを掌握して、ブルガリア共産主義政権の基礎を作った。その年18歳になったロザノフは、共産化したブルガリアで、共産主義に反対する友人たちの計画を当局に知らせずかばったとして、逮捕、投獄され、 独房生活を送り、拷問を受けている。東国は恩赦によって解かれたが、その後もロザノフの行動は、反共産主義者として、常に監視下に置かれ、地方で職を得たところを追跡され、自宅に踏み込まれるなどした。そのため、ロザノフは、偽名を使い住所を転々としながらの生活を、強いられた。この政権は、ロザノフの大学進学後にも大学に対してロザノフを、 退学させるよう圧力をかけ、また、ソフィア市にあった、精神科診療所の職からは、実際に、ロザノフを追放した。職を失ったロザノフは、その後しばらく自動車修理工として、一家の生計を立てることを余儀なくされたという。1970年代に、サジストペリア関連の実験が成功して、西側世界から注目を浴びると、ブルガリア共産主義政権は、 国家宣伝に利用するために、ロザノフの海外での活動、とりわけ1977年の米国での講演、博士論文をもとにした著書サグジェストラジーウトラインズ・オブ・サグジェスタピリの英訳出版に対する許可など、ロザノフに対して特権的とも言える便宜を与えた。しかし、一貫して共産主義思想に組みしなかったロザノフをおとましく思う、勢力は サジェストペディア研究所の中にさえ常に存在し、また、サジェストペディアの本質が、個人の内的自由の拡大を施行したり、社会的な枠組みによる、精神的束縛からの解放を助長するなど、独裁的共産主義の思想とは相入れないものであった。ことどから、政権内の権力バランスの変化をきっかけに、この政権は結局ロザノフを軟禁、研究職以外のすべての公職から追放した。 またその後しばらくは、反ロザの不勢力によって運営されていた国立、サジストペディア研究所も間もなく閉鎖され、そこでの実験資料なども破棄された。同時に、ブルガリア政府は、ユネスコによるサジストペディア普及の動きを政府として容認しない、方針を示したため、1978年に出されたユネスコ作業部会の提言は実行される機会を失った。 1980年1月に軟禁状態に置かれたロザノフは1989年まで足掛け10年にわたり教育と出版に関わるあらゆる活動を禁止されたロザノフに同情的であった国立ソフィア大学は閉鎖された国立機関に代わるものとして1991年にロザノフが定年退官を迎えるまでの間学内に サジストロジー及び人間性開発センターの設立を認め、その所長の職を用意した。しかし、そこでの研究成果を国内外に発表することは許可されなかった。また、ロザノフを救済しようとしたオーストリア政府は、南京中のロザノフに市民権を与え、ブルガリア政府に対して出国を要請したが実現しなかった。ただ、このためロザノフは、 ブルガリアとオーストリアの二重国籍を有していた。南京当時、ロザノフの開発したサジェストペディアの名前はすでに西側諸国にセンセーションを持って伝えられていたが、この突然の国内南京により、ロザノフとサジェストペディアに関するブルガリア国内からの情報は全く断たれることになった。この結果、サジェストペディアは世界各地で10年間にわたって放置され、その間、多くは ロザノフの意図していなかった方向へと発展、変容した。さらに、この間ブルガリア政府は、米国企業の求めに応じて、サジストペディア、ロザノフ等、この教授法に関わるキーワードを売却している。これら名称は、米国内で商標登録され、商業目的で使用されたが、南京中のロザノフは、自身の研究成果や、 それを表す名称が国外で商業的な意図のに一人歩きしていくことに対して全く無力であった。また、国外同様ブルガリア国内においてもサジェストペディア関連の情報は封殺され、それとともにこのメソッドがブルガリア国民の話題に上ることもなくなった。1989年ソ連崩壊の兆しに伴い、ブルガリアの事実上の独裁者であったトドール・ジブコフ。 第一初期が辞任した。これと前後して、ロザノフの南禁も解かれることとなった。ロザノフは、その後国際的な活動を再開し、10年前に出されたユネスコへの提言を実行に移すべく、日本をはじめ、アメリカ、ヨーロッパ各地でサジェストペディアによる教員養成活動を再開し、また、1990年と1994年には、 オーストリア中部のザルツブルクと西部のビクタースバーグで、それぞれサジェストペディアに関する国際会議を主催した。ロザノフが国内南京から解放された後、最初に教員要請を行ったのは日本であった。1989年1月に産業農立短期大学、当時と所属のサジェストペディア研究室、及び日本サジェストペディア学会は、 南京が溶けたばかりのロザノフと共同開発者でサジェストペディア教師トレーナーのエベリナガテバを日本に招いて大学機関の研究者向けサジェストペディア教師養成コースと一般向け講演会を開催した。ちなみにこの時の教師養成コースは1989年1月25日から2月16日にかけて行われロザノフによる英語での講義ガテバによる イタリア語コースがこれに含まれた。ロザノフの活動は、こうして再開されたが、10年間の情報断絶を経た、当時、世界中で、サジェストペディアとして認知されていたものと、ロザノフ自身の温めてきた、本家、サジェストペディア間には、外観上も、その基本概念においても、かなりの隔たりが生じていた。国際社会復帰後のロザノフは、その隔たりを埋め、 理解を正すことに奔走し、その後のほとんどの期間をそれに費やした。80歳を過ぎた後もロザノフは、オーストリアのウィーンと、本国ブルガリアの間を往復しつつ、世界各国におけるサジストペディアの復権を目指して、活動したが、最晩年の数年間を、ブルガリア東部スリベンで過ごした後、同地で2012年5月6日、86年の生涯を閉じた。 日本語訳は現在未出版かまたは絶版。英語版は紙メディアまたはオンラインで入手可能。本校の内容は主として上記に含まれる小辞典に依拠する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。